この流れ指コンにも、いろいろ種類があります。最近では、3本アンテナという3本アンテナ、アンテナが3本、受信する時のアンテナが3本、搭載されているビーコンが主流にはなっているんですけども、この今僕が手に持っているこれはフリーライドというモデルで、ピープスのフリーライドというモデルで、これは1本、アンテナが1本です。でこちら DSP、これは、3本、受信するアンテナが3本。この1本と3本、これが、どう違うのか、これ受信するときですね、送信するときは同じです。送信するときのパワーはですね、送信、電波を出す側の、力は周波数によって電波の強度っていうのが変わるので、出す力、これは1本でも3本でも同じです。この DSP もですね、3本アンテナなんですけども、送信する電波は、アンテナ1本から出ている状態になります。あとの2本からは送信はされていなくて、受信するときに機能するというような構造になっているので、基本的に電波を出す側としては同じです。性能は同じ。違いはですね、受信するときですね、要は創作をするとき、そのときの性能が大きく違います。その性能の違い、どこが違うのかっていうところを、これからですねちょっと説明したいと思いますので、もしこれからビーコンを購入しようと考えている方は、参考にしてください。これから、アンテナの数によってどう違うのかということをちょっと説明をしたいんですけども、あとですねちょっとビーコン同じ3本アンテナ、アンテナが3本というタイプ、それでもですね若干違いがあります。メーカーによって違いがありますので、その辺もですねちょっと説明をしたいと思います。まずこの1本アンテナと3本アンテナの違いなんですけども、それはですね、このボードを使って説明をしていきますけども、まずアンテナ1本のタイプは、このビーコンのですね、まあ大体こういう形状をしてるんですけど、この縦方向、この縦方向ですね、この縦方向にこういう感じでアンテナがついています。でそのアンテナは送信も受信もします。送信も受信もします。両方このアンテナ1本で賄うんですけども、送信する時の電波をですねこういう感じで、こういう感じで発信されています。こういう感じの絵を見たことあるかもしれないんですけど、電波はこういう形で、こう広がって出ています。まっすぐですねこう四方八方に出ているわけじゃなくて、こういう円を描くような感じで出ていると。で3本アンテナはどうかというとですね、これは1本に対して3本アンテナはですね、縦方向、横方向、あと深さですね、こうあったらこう深さの方向、これにですねこういう形で、アンテナが配置されています。それで送信電波はこの同じようにこういう感じで出ています。これは1本でも2本でも同じです。この送信は一番まあ長い、よくある一番長い面についている、接しているですねこのアンテナ、ここから出ています。この送信する電波のを出すアンテナにはですねこんな感じでコイルが巻かれているんですけども、こんな感じで出ています。これですね、それは変わりません。3本でも1本でも変わりません。要は、送信している側は電波の強さっていうのも出ている方向は全て変わらないと、同じ性能であると言えます。それでですね一応、送信をする側、電波を出す側は、アンテナが1本でも2本でも3本でも、性能としては変わらないと、それは分かっていただけたと思うんですけども、次にですね受信する側ですね、受信する時の1本と、3本アンテナの数が1本と3本ではどう違うかなんですけども、まずですね、まあ雪崩でですね誰かが埋まっていると、ビーコンがついていますよと、埋まっています。でその埋まっている人はこんな風に、まあ、電波が出ていますよと、こんな風に電波が出ています。そうすると、まあ、雪の中から、これどれぐらいにしようかな、80センチ埋まっていますと。でそこからですね捜索を始めるんですけども、電波はこのように出ているので、捜索するときはですね、この
まずどっかからこうこの電波を拾います。拾った時にこっち向きかこっち向きかでビーコンが誘導してくれると。それは、3本アンテナ、3本アンテナの場合は方向が分かるので、この電波の出ているこの方向にこう誘導してくれると。でどうして方向が分かるかっていうと、アンテナが3本こうこうで縦ですね、縦軸こうこういうふうにアンテナがついていて、埋まっている人、埋まっている人からこのアンテナ、このアンテナ、このアンテナで、3方向以上のところから、まあ、ここからもこう受信をするので、距離を、それぞれのアンテナがですね距離を測ってそれで解析をすると。そうすると、方向が分かる。3方向から、アンテナがですねその位置を特定することができて、そこで方向が分かります。方向と距離が分かります。距離を解析ができると。そうするとこの電波の出ている通りにこう誘導してくれて最短でこの場所に連れてきてくれると。それが、アンテナ1本だとどうなるか。アンテナ1本っていうことは、まあ距離は分かります。この今電波が出ているところからの強さが変わらないので、ここでどのぐらいの強さで拾っているかで距離は解析できると。ただ方向は出ない、1本しかないので、ここから受けてるだけなので方向は分からないと。360度、例えば、10メーターって出たら、360度この10メーターどこかが分からない。3番アンテナの場合は特定ができると。だから方向を示してくれると。ところがあるんですけども、そうするとですねどうなるか、まずこの円からですね、まあ、ここでこの電波を拾ったと。拾った時に、まあ、こっち側に誘導されたので歩いていく、まっすぐ歩いていったら抜けてしまう。でまたああどっちかなって探す、あこっちだこっちだ、でまた抜けてしまう。でまたどっちかなって探し、あこっちだこっちだ、でまた抜けてしまうっていうのを繰り返して最終的にはこの特定をするんですけど、その間にですねこの3本アンテナで、どん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 この方角、こっちここにもこの向こう方向に歩いていたらこっち側を示してくれて、だんだんとこう修正しながら止まらずにこの特定ができるのと、かなりですね倍ぐらいの時間がかかってしまうと。ある程度この特定ピンポイントで、この下だろうっていうところにたどり着くまでにまず2倍ぐらいの時間がかかると。これはどんだけ慣れていても、初心者でもだいたい2倍ぐらい、3本アンテナと1本アンテナ1本のやつと比べると捜索をするときに時間が倍ぐらいかかってしまう。で次にですねもう一つ問題があります。それはですね、この埋まっている人から、出ているこういう電波ですね、1本アンテナの場合は一番近いのがここですね。こうやって来た時、こう入ってきた時に一番近いのはこことここなんですよ。 2箇所ですと。いや距離は、分かるんですけど、この電波のこの距離、この距離ですよ、この距離が、表示されるけども、次ここになるとこの真上になるとですねこういうふうにここまでの距離が必要になるので、距離は増えてしまうと。表示されている距離は増えてしまうんですよ。で増えてしまってからまたここに来たら一番最短のところにたどり着くので、2箇所、これが今地面だとしたら、雪の接地面だとしたら、こう2箇所がピンポイントが出ていると。ただ、それはあくまでですね、ここにいるっていうわけじゃなくて、これとこれの真ん中ですよってことになります。そうするとですね、ここでまずピンポイントを出すと。そうすると、その時点で掘り始めても、ここにはいないと。いうことになってしまう。で、次に通り過ぎて、またここにピンポイントを出すと。だからここには当然いないんですけど、この真ん中ですよっていうのがわかる。それにもまだ時間がかかります。プローブでこう探すっていう時間もかかります。ということはかなりですねこの3本と1本ではそのこう雪の中でですね埋まってしまって、息ができない状態かもしれない、息ができるかもしれない、息ができるだけのこのスペースがあるかもしれないけど、もしかしたら息が呼吸ができない状態、もうスペースがなくて空気の層がなくて呼吸ができない状態、呼吸ができない状態でですね、例えば1分で探して2分で掘れるところね、1分で探して2分、3分間我慢するのとその倍の時間ですね、まず捜索で2分かかると、3分かかると。
それからまた特定する、位置を特定するのは3分かかる、6分、6分間息を止めてられますかっていう話になります。よろしいですか。ただこの、雪崩で埋まった時の、死亡確率というか、まあそれは確率の問題なので、その状況はあまり分かんない状態での、まあ、統計的なところではだいたい15分以内には掘りましょうと、まあ、スペースある程度確保されている、空気のスペースがあることを前提に15分以内には掘りましょうと、それには確実に、掘れると思います。その1本アンテナでも、3本のアンテナでも両方掘れるとは思うんですけども、でもその状況っていうのは分からない、埋まった時の状況は外から見ても分からないので、もしかしたら呼吸ができない、2分とか3分でもしかしたらこう窒息してしまうとか、危険な状態に陥ってしまうとか、そういうことも考えられるので、できるだけ1分でも早い方がいいと、まず呼吸を確保するためにできるだけ1分でも早い方がいい、そうするとやっぱり3本アンテナを選びましょうということになります。で、一応ですね、このビーコンはですねちょっとこう矛盾点があって、例えばですねA さん、こう A さん、B さんがいます、まあ、この2人で考えてもいいんですけど、お互いビーコン装着しています。で A さんは1本アンテナ、 B さんは3本アンテナを、購入しました。それで、まあ、一緒に山に行きましょうということになって雪山に入ります。でもしも A さんが埋まった場合で、この1本アンテナと3本アンテナはですね、販売価格が、まあ、どれぐらいかな、3倍ぐらい違うのかな、1本アンテナのやつはだいたい2万円ぐらいで販売されていて、3本アンテナは5万円とか6万円ぐらいかかると、だいたい3倍ぐらいの、金額で購入をしたと、まあ、仮にですね、メガネってのは違うんですけど、そうするとですね、まず A さんが埋まってしまった場合、この3本アンテナを駆使して探すので早く見つけ出しました。逆にですね、 B さんが埋まってしまった場合、1本アンテナ、 A さんは1本アンテナのアンテナビーコンなので6分かかりましたと、でも具合が悪くて、その埋まり方がちょっと悪くて、5分で、非常に危険な状態に陥ってしまいましたと。でもこの2人、その装備を揃えた段階ではですね、この B さんはより、いい、なんていうかな、ビーコンを揃えています。A さんはちょっとまあ自分だけ助かればいいかっていうような感じではなくても一番安いやつを選んだと。それがですね、一緒に山に行った時にどっちが埋まったかによって、その使うビーコン、探すビーコン、この探す性能っていうのが違うので、そうすると A さんの方が早く見つけてもらえるという矛盾点、安いビーコン持ってるんだけど送信する電波は同じなので、どっちが埋まっても探すのにはやっぱり効率のいい3本アンテナの方が探しやすいんですけども、でもこのいい装備、ビーコンを買ったというか、まあ持ってた、上位機種のですね、探すのにスピードのいいビーコンを持っていた B さんが埋まってしまったら、そうじゃないビーコン、まあ、2万円ぐらいでいいかみたいな感じで買ったビーコンの A さんの方が、探すことになるので、そうすると B さんの探す、まあ、この救出される時間っていうのが遅くなってしまうと。要はいいビーコン買ったからといって、相手の人がその捜索に、優位なですね、ビーコンを持っていないと、B さんは早く探してもらえないということになってしまいます。それが雪崩ビーコンのですね、矛盾点、僕は矛盾点だと思うんですけども、要はですね、誰か一緒に行こうってなった時に、例えば僕がですね B だったとして、一緒に行く人がですね、この1本アンテナを持ってたら、おいちょっと待てよと、僕を探すちょっとこれ時間がかかってしまうんじゃないかと、大丈夫かなっていう不安を持ってしまうと、そのだったら交換しようよと、A さんにこの3本アンテナを渡して、僕はじゃあ1本アンテナを持つよと、それじゃあ僕は困りますと、早く探してほしい、まあお互い埋まったらですね、早く出してほしい、早く見つけてほしいので、そうなるとやっぱり A さんも、3本アンテナのビーコンをやっぱり持つべきじゃないかと、仲間と一緒に行くときに仲間のまず命を助けるために必要な道具なので、そのためにはやっぱり上位、早く探し出せる機会を持った方がいいんじゃないかと、お互いやっぱり3本アンテナを持とうよっていうのが、一応まあこの雪崩に対するですね、今のこの雪崩ビーコンの性能とか、そういうことから比べるとですね、やはりこう3本アンテナのビーコンを持った方がいいですと。そうするとこの
一本アンテナのビーコンはどうなるのかと、もう来年からは製造が中止されていると、あのピープス社でももう来年は作りませんということになっています。で3本アンテナオンリーになっているという感じで、まあこのフリーライド、これはあの要はガイドさんとかがお客さんに持たす、お客さん持っていないと、でもこれから冬山行きたいっていう人を集めてですね、山に連れていくときにやっぱり持ってもらわないと探せない、もし埋まっちゃったときに探せないので、そのために携帯をしてもらう、それはガイドさんの責任として携帯をしてもらうと、そういうためにこう作られたものなので、積極的に仲間と一緒にですね山に入る人、雪山を滑る人、スノーボーダーもそうだし、登山をする人もそうなんですけど、一緒に入るっていう人はですね、やっぱこうみんな足並み揃って性能のいいビーコンを持った方が、その仲間の助け合いとしては必要なので、そうすると、その参加会とかでですね一緒に山に入る人はですね、やっぱもう最初からですね3本アンテナのビーコンを買わなきゃいけないと、できれば、そうしていただきたいなという。で今年までこのフリーライドっていうのは発売されていて、数もですねそれほどもう残っていなくて、もう生産は中止するという、来シーズンからは、この市場というか販売お店からも姿を消す予定になっています。ただ、バックカントリー穂高ではですね、一応これは、登山教室とかで、お客様、これから雪山を目指そうという方で、ビーコンを持っていない人にはですね、やっぱりこう持ってもらわな、携帯してもらわなきゃいけないので、一応そのためのレンタル用としては使用はしていく予定なんですけども、販売はですねもう今シーズンも一応販売はしているんですけども、そのどちらかというとそのガイドさんとかがお客さんに持ってもらうとか、そういう目的以外はですね、できれば、このフリーライドの購入っていうのはやめてもらいたいと、どちらかというとこの3本アンテナをこれから雪山を目指そうと、スノーボードとかスキーとかでもそうなんですけど、バックカントリーで雪山を楽しもうと、仲間と一緒に楽しもうという方は、この3本アンテナですね、これは、ビーコンはですねどちらかというと探す確率の方が高いです。雪崩のあるところ、雪崩が起きるところでは、例えば10人の、10人の、パーティー、10人の仲間で出かけた時に、10人の仲間でこう出かけた時に、この危険、こう雪崩がありそうだなっていう危険なところはですね、1人ずつ通ります。これはリーダーの指示とかいろんな経験とかそういうものに基づいてなんですけど、そうすると雪崩が来た時に埋まるのは1人と、2人以上埋まるとですね、この捜索が大変、3人も埋まったらですね、まず1人助けるので精一杯になってしまって、2人目3人目は助けられないような、事態も考えられるので、そうするとこの10人いたらですね2人帰ってこれないっていうような事態が起こったらそれはダメなんで、1人とにかく助けられるのは1人ですよっていうところでいくと、1人ずつですね危険なところ、まあ雪崩の危険があるところは1人ずつ行動すると、そうするとあとの人は安全地帯で待機していると。で雪崩が起こって埋まった人を探すのはこの9人で探すと、ということは確率としてはですね10分の1、この10人でいれば10分の1の確率、雪崩で埋まるという確率、これはまあいろいろ状況によって違うので全員が埋まってしまうということもあります。それは雪崩が予期せぬところで起きたら、全員行動してる、そう全員がいるところに雪崩がドーンと来たらですね全員が埋まってしまうということも過去にもありますけども、基本的には危険だなって思われるところは1人ずつ、そうすると探す側に回る方が確率としては多いと。だとしたら、探すときに性能のいいものを持っていないとダメじゃないかと。あなたは探す確率、要は救助隊員になるという気持ちで、要は山岳救助隊ですよ。まあ冬山で人を助けるっていうのはどれだけ大変なことかという、ただビーコンを持ってるだけでも助けられない、でもこいつがですね性能が悪いと余計助けられないっていうことになってしまうので、それは仲間の命だったりとか、まあいろいろですね、仲間じゃなくてもそこに居合わせたときに誰か人命救助っていうところでの道具となるので、捜索をする、助けるっていう部分での性能っていうのはやっぱりいいに越したことはありません。それでうちではですね、このピープス社とこのマムートのバリボックスと、まあ、両方販売はしているんですけども、両方ですね探す機能はやっぱり優れています。楽団と優れているので、このどちらか、これのスポーツっていうのもあります。それはもう探す機能としては性能としては変わらないので、このピープスの3本アンテナ、マムートの3本アンテナですね、これのエレメントバリーボックスっていうタイプがある、それはちょっと3本アンテナなんですけど、ちょっと探す距離が短かったりとかするので、まあ、できればですねこのパルスバリーボックス、まあ、どちらでもいいです、エレメントバリーボックスでも探せるので
同じぐらいの性能があるけどもちょっと距離が短いと、ちょっとアンテナの性能がちょっと劣るという感じで、できればパルスバリボックスを選んでいただければなと。この、Beepsの DSP、 これはプロでもスポーツでもどっちでもいいです。まあその辺がですね、もうこの雪山に入る、ビーコンを持つ、携帯をするという方のまあ責任というか義務みたいなものなので、くれぐれもですね、仲間、まあ自分だけ行くだけならいいですよ。自分だけ一人でこう山に入るときに、一応もし埋まってしまったときに、この電波を発信していないといつまでも探してもらえない、救助隊とかに探してももらえないので、そのための保険として持つっていうのは OK です。それはでも人を助けるっていう、こうニュアンスではちょっとこの、フリーライドではちょっと役不足なので、もしも、仲間が埋まった時にも私はこう探さなきゃいけないとか、そういう立場っていうかそういうポジションでですね山に行く場合は、やっぱりこの DSP ですね、もし途中から変わってもじゃあフリーライドはやめてこの DSP に買い替えましょうということになります。できればそうしていただきたいと。いつまでもこれを使ってちゃいけません。でこれはですね、まあいろいろ使い道はあります。練習をするときとか、もし持っていて、これを持っているけども、じゃあちょっとこう、ステップアップすると。雪山も、今まで一人で、そんなまあ、雪崩の危険のないところ行ってたと。でも一応念のために持っとこうと思って持っていったのが、仲間ができたりとか、一緒に行くようになったりとか、ちょっと山スキーを始めましたと。というときにはですね、必ずこの DSP、3本アンテナ、のモデルか、パルスバリーボックスですね。マムートのですね、この2つはですね、もうとにかくこう探すっていう性能、探してもらう性能はもう全てのビーコン同じなので、探すところにもうこの何て言うかな、その性能としては、信頼性が、この2つがですね、一番何、て言うかな、探す能力っていうのは、格段にですね優れています。他のメーカーのビーコンよりも優れています。それはアンテナの長さ、この3本あってもですね、横方向のアンテナが短いですとか、いろいろあります。縦方向、深さを測るアンテナが短い。そうすると精度が悪くなったりとか、探すやっぱり時間が短くなったりとか、あとはですね、某メーカーで、このプログラムのですね、解析スピードが遅くて、アンテナの性能はいいんだけど、解析するスピードが10秒ぐらい遅れて、通り過ぎてしまったりとか、でまた戻ってきたりとか、そうやってこう、ちょっとこう、なんていうかな、時間をロスしたりとかっていうこともあるビーコンもあるので、その中でもまあいろいろ、うちのですね、バッカンテ穂高でも雪崩講習とかをやったりとかですね、いろんな他のメーカーのビーコンとかの性能をですね、試したりとかテストしたりした結果、まあ、このマムとかピープス、このどちらかならまあまあ、それなりにですね、この今あるビーコンの中では優れていると。その探すスピードもそうだし、分かりやすさ、とあと変なこうなんていうかな、混乱するようなですね動作をしたりとか、そういうこともないですよっていうのがこの2つに集約されているんではないかと。ただそれでも使い慣れないと、その埋まっている状況によってはですね、いろんな電波の出方がします。また埋まっている時の雪の質によっても電波の出方が変わってくる。要は屈折したりとかですね、どっかに反射したりとか、いろんなことが変わってくるので、そのいろんな状況でもですね、こう混乱せずに探せるようには練習をしなきゃいけません。ただ普通にやみくもにですね、こう探してあったあったとか言ってやってるのも、いろんな埋め方、いろんな雪質の中でやって、そういう時にですね、全然違うところでこうピンポイントが出てっていうようなこともあります。そういうことも常にですね経験しなきゃいけないので、常に練習練習です。違うところでこう出てるけどそこにはいないと。でもちょっとこう動いたら、あ、こっちに正しい方向に導いてくれたりとか、そういう動きをですねどうしてもしてしまう。それは電波が常に一定に出れるわけじゃないと、一定にこう送信できるわけじゃなくて、埋まってる角度とか状況、あとはその雪のそこに氷の層があったりとかしたら氷に反射して屈折してこう電波が出てきたりとか、そういうこともあるので、そういうのもそう探す側がいろいろこう落ち着いてですね行動しないと、できるだけ早く掘り出すっていうことができないので、その辺はもう常に練習です。練習をして、あれおかしいぞっていうことを常にこう経験をして、そのおかしいの当たり前になってくれば、あ、このおかしさはこういう場合が多いなっていうことで、すぐにですねこうリカバリーして近づいていったりとか、そういうことができるようになりますので、かなり練習を、サボらずにですね、やるようにしてください。まあ、今日はですねこの雪崩ビーコン3本アンテナと1本アンテナではどう違うのか。1本アンテナではですね、ピンポイントが2箇所出ると、2箇所出るけども、実際に埋まっているところはその真ん中だったりとかですね、このではピンポイントがちゃんと出せない、
これ声に慣れていないと、ここで一生懸命ですねこの辺で探して、ここにここでこう掘り始めたりとかして、こんなところで時間をかけてしまうと、よりこうここまでたどり着くまでにもこの一本アンテナは時間がかかっているのに、さらにまた時間をロスしてしまうような、そういうことがあるので、特に初心者の方はもうこの機械に助けてもらおうということで、必ず3本アンテナを購入するようにしてください。